どうも皆さん、こんばんは。日課フロンティア芸人のセルジオでございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて、今回は久々の〇〇飲んだら次はこれシリーズをやっていきましょう。その名も日課フロンティア好きに次はこれ、フロンティア飲んだら飲んでみてほしいおすすめウイスキー10選ということでお届けしていきたいと思います。さて、今回のテーマも日課フロンティアでございます。もうすっかりちょっと私ハマってしまってですね、日課フロンティア動画を上げ散らかしているんですけれども、今回はさらにそこから一歩進んで日課フロンティアに焦点を当てて、その銘柄を飲んだことある方とかお好きな方に向けた次なるおすすめというのを紹介してまいります。よくこういうウイスキー好きなんですけどおすすめありますかっていうコメントもたくさんいただくんですけれども、今回は主役が日課フロンティアでございます。特にね、今までもこのシリーズたくさんあげてきたんですけれども、日課フロンティアを飲んだ方には次こういうのもいいんじゃないかなとか、こういう部分がちょっと共通する部分があって面白いんじゃないかなというね、そういったウイスキーを私の独断と偏見と経験と妄想で選んでおります。特に最近日課フロンティア飲んでみてちょっとウイスキーハマっちゃったなとか、飲み始めて興味出てきたという方に向けても、なるべくウイスキーの特徴を噛み砕きながら紹介してまいります。先日 YouTube ショートの方では簡単に3つだけ紹介したんですけれども、その深掘りを含めて合計10本フルバージョンで紹介してまいります。どれもぜひ一度飲んでみてほしいウイスキーばかりでございますので、早速紹介していきましょう。まず今回の主役はこちら、さあ今回の主役はこちらでございます。日課フロンティアということで、10月1日新発売となりまして、 48% 500ml、 そしてなんと税別2000円で新登場になったんですね。余市蒸留所の持っているこの煙っぽいようなスモーキーな香りもありつつ、その奥の方に潜んだフルーティーさや余韻のビターさも特徴的で、これ2000円で出せるのすごいなと本当にね感動したウイスキーの一つでございます。皆さんも日課フロンティア飲みましたかね？飲んだ方の感想ご意見コメント欄までお寄せください。特にこの日課フロンティア、私も先日発売前にフラゲしまして、単品レビュー動画と日課ウイスキーさんのこの飲み比べシリーズもやってますんで、概要欄コメント欄からぜひチェックしてみてくださいね。なお今回紹介する軸としましては3つございまして、まずはフロンティアを飲んだ方にとりあえず飲んでみてほしいブレンデッドウイスキーを3つ、そしてスモーキーフレーバー結構いけるなと思った方に次なるチャレンジとして4本、そして最後は日本のメーカー同士で飲み比べてみてほしい3本ということで取り上げていきましょう。それでは早速紹介してまいりましょう。1本目はこちら。さて、まず1本目は安定安心のそして隠れ名日課ウイスキー、こちらでございます。ブラック日課スペシャル 42%。 未だにこの1000円台でゲットできるお手頃な価格帯でありながら、これはね本当に隠れたいい銘柄だと思いますね。1000円台のお手頃なウイスキーかつビターで伸びやかなグレーンウイスキーの甘みが絶妙なんです。日課さんらしいこの暗めでダークなテイストとビターな味わいがね、このバランスいいウイスキーですね。焙煎したコーヒー豆とかちょっとビターチョコレートを連想させる甘みが絶妙です。こちらは日課フロンティアにあるその余韻のビターさだったりとか、焦がした樽材を思わせるような香ばしさがお好きな方にぜひまずね試してみてほしいです。1本1000円台でゲットできますので、とりあえずまず手に取ってみてほしいウイスキーの一つでもございます。日課フロンティアよりもさらにお手頃で、そこまで強すぎない心地よいスモーキーさとビターな香り、さらにハイボールですとか水割りにした時の伸びやかな味わいが素晴らしいです。まずはお手頃な価格帯ということで、フロンティアと飲み比べてみてほしいウイスキーですね。水割りやハイボールでお寿司と合わせるのが最高です。さて、2本目も超定番のウイスキーからこちらでございます。ブラック日課のディープブレンド 45%。 これも1000円台でありながら未だに 45% というこの厚みのある味わいを楽しめる、もうコスパ最強クラスのウイスキーですよね。ディープブレンドいいですよね。特にこの樽の香りとバニラを思わせる甘くて深い香り、そして結構厚みのある味わいで、ハイボールにした時にもその樽の香りとビターさとバニラ感、これがね絶妙なバランスで広がっていきます。正直これが未だに1000円とかね2000円クラスで買えるっていうのは本当素晴らしいですね。そのままハイボールにしてもいいですし、冷凍にしてトロトロのディープブレンドハイボールも美味しいです。スペシャルと比べてみますと、滑らかさというよりかは焦げた樽材っぽさとかバニラの香り、そして 45% のしっかりとした飲み応えがあるタイプでございますので、濃いめのハイボールがお好きとか樽のキャラクター結構好きっていう方はですね、しっかりめな濃いめのハイボールもおすすめです。フロンティア、スペシャル、ディープブレンドで飲み比べすると、だいぶそれぞれのキャラクターの違いがお分かりいただけると思います。さあ、お次はスコッチウイスキーから一つ紹介していきましょう。こちら、世界トップブランドのブレンデッドスコッチ、ジョニーウォーカーからダブルブラックを紹介していきましょう。よくね、ジョニクロ、ジョニアカと言われるシリーズがありますけれども、これはそのブラックからの派生品的な形で、年数表記はないタイプのブラックシリーズでございます。特にフロンティアのビター系のキャラクターが好きな方とか、ちょっと深くて重たい味わいが好きな方に試してほしい一本ですね。ジョニーウォーカーと言いますとね、やっぱりジョニアカ、ジョニクロは外せないですよね。私も家飲みで愛飲しているウイスキーでございます。
そのジョニアかジョニクロに隠れて実は個人的におすすめしたいのがジョニーウォーカーダブルブラックでございます。印象としてはジョニクロ12年よりももっと濃厚で深くてずっしり重たいビターさが癖になります。焦げ感とかビター感結構強いんですよね。単純にブラックよりスモーキーさが濃いというよりかはウッディーさであったりとかビターチョコレートを連想させるような味わいというのがより濃厚に凝縮されております。ビターな香りであったりとかリッチな味わいを楽しむでしたら今の時期このダブルブラックのロックがおすすめでございます。さてここからの4本に関してはあれスモーキー系結構いけるかもなとなった方に試してみてほしいウイスキーを紹介しましょう。まずはこちら来ましたね。今年登場の注目ウイスキーザ・ディーコンブレンデッドスコッチウイスキーでございます。もう見た目がド派手ですよね。こちらに関してはショート動画でも簡単に取り上げてまいりました。なんといっても中身はスコットランドのアイラ島のスモーキーフレーバーとそしてスペイサイドエリアのフルーティーさが融合したスモーキー&フルーティーという新感覚なブレンデッドスコッチでございます。このねペストマスクのデザインとボトルのギラギラ感がすごいですよね。4000円クラスで少しお値段は上がってしまうんですが日課フロンティアに広がるようなスモーキーさをさらに力強くよりダイレクトに鼻に届くようなスモーキーさがある印象でその煙の奥からじんわりと広がるオレンジ系のフルーティーさも出てくるのが絶妙です。結構しっかりめの白煙とか炭火っぽいようなスモーキー系のキャラクターが印象的なんですけどもじわじわと奥の方からフルーティーさが現れてきますのでストレートで時間をかけて飲んでいただいたりハイボールもおすすめです。一時期ネットでもあまり見なかったんですけれども最近になってアマゾンとかでもね割と流通するようになりましたんでぜひゲットしてみてはいかがでしょうか。ディーコンについては単品レビュー動画も上げてますので詳しく知りたい方はこちらもチェックしてみてください。概要欄に貼っておきます。ちょっとね今までの毛色とは違ってあ結構予想外なの出てきたなと思われる方もいらっしゃるかもしれません。ただこの日課フロンティアを飲んだ時の最初に感じたスモーキーさ余市モルトっぽいようなヘビーピートガンとその奥の方に見えてきたこうちょっと柔らかいフルーティーさみたいなところのその驚きとか感動というのがちょっとこのザ・ディーコンを初めて飲んだ時に通ずるところがあったんですよね。なので今回ちょっとね異質なタイプではありますけれどもこのブレンデッドスコッチザ・ディーコンも紹介いたしました。さて今度はスモーキータイプのブレンデッドモルトウイスキーを紹介していきましょう。こちらモンキーショルダーで大人気なこのお猿さんのね絵が描かれているシリーズのスモーキーモンキーというタイプでございます。こちら飲んだことございますかね。私もスモーキー系のウイスキーでたまに取り上げて紹介しているんですけれどもモンキーショルダーよりは少しお値段が上がりますがこちらもスモーキー&フルーティー系ということでおすすめです。モンキーショルダーについてはもともと紅茶であったりとか蜂蜜オレンジを連想させるすごく甘い香りが印象的でフルーティーで美味しいんですよね。よくよくアマゾンセールでも定番で安くなっております。そのフルーティー寄りなモンキーショルダーからするともっとねスモーキーで暗いテイストになっているのがこのスモーキーモンキーというタイプです。結構しっかりとした煙系のスモーキーさと奥の方からモンキーショルダーらしい甘い香りやほのかな柑橘感が広がってきます。フレッシュ柑橘というよりもちょっとこう湿ったね熟れたような柑橘っぽさみたいなのがあるんですよね。香りは割と最初がっつりスモーキーフレーバーありますのでディーコンとかと並べて飲んでみるのも面白いと思います。なかなかね通常ではちょっと見かけにくいボトルかもしれませんけども意外とネットとかだと残っていたりしますので力強いスモーキーさの奥にある甘みの柔らかさっていうのも絶妙でございますんでこちらも飲んでみてほしいです。それではスモーキー系で3つ目合計6本目となりますのがこちらでございます。お手頃シングルモルトアードモアレガシースコッチウイスキーでございます。こちらに関してはちょっとまたスモーキーの系統は違うんですけれどもまずこの価格帯で飲めるスモーキー系シングルモルトとして日課フロンティアと比べるとねまたいろんな発見があって面白いのでおすすめです。日課フロンティア飲んでみてあスモーキー系結構いけるかもなってなった方におすすめしたいシングルモルトですね。昨今あらゆるウイスキーが値上がっている中いまだにこの3000円クラスでボトルを購入できるシングルモルトということで私もよくダフタウンなどと並べてよくよく推奨しているおすすめウイスキーでございます。最初の印象としてはアイラ島のような薬品的な香りとか塩気が強いタイプというよりはダイレクトに焚き火のようなスモーキーフレーバーとか土っぽさっていうのが広がっていきます。結構ドライでそのキレのいいスモーキーさの奥にバニラですとか蜂蜜を思わせるような甘い香りも潜んでおります。何よりこちらは1000円台のコスパ抜群ブレンデッドのティーチャーズその主要原酒の蒸留所として知られておりましてティーチャーズの原酒供給のために建てられたまさに専門となる蒸留所でございます。なのでティーチャーズとかフロンティアみたいにスモーキーフレーバーはトップに感じるんだけどもその中にほんのり甘みがあるようなタイプがお好みでしたら一歩踏み出してねこのアードモアレガシーも試してみてほしいんです。さてスモーキー系いける方にはこれと4本取り上げてきたんですが最後の1本がこちらでございます。合計7本目、ブレンデッドスコッチウイスキーのマクリーンズノーズですね。こちら今年も話題になったブレンデッドスコッチでございましてお値段と中身のクオリティが素晴らしいです。私も個人的に注目しておりまして以前でも配信とかね動画でも紹介したことがございました。
中身に関してはボトラーでアードナムルッカン蒸留所を所有しているようなアデルフィー社がリリースした新しいブレンデッドスコッチですね。一言で魅力をお伝えするならば、この雨がパラつき始めた海岸の近くを歩いているようなですね、塩気とスモーキーさが調和した、ちょっとこう潮風を連想させるような絶妙なバランスのウイスキーだと思います。香りは結構塩気とスモーキー拾うんですけど、飲んでみるとなんかこうじわうまで飲み飽きないような美味しさがございます。これが4000クラスで日本にやってきた時はかなり私も驚きました。まずはストレートでも試してみてほしいですし、 46% の度数の高さ、厚みもありますので、ハイボールでもへこたれないのが魅力です。塩気強めのピーナッツとかをね、ポリポリ食べながらハイボールで合わせると本当最高ですね。今年は特にディーコンやニッカフロンティア、マクリーンズノーズをはじめとして非常に注目度の高いウイスキーが出てきていますので、紹介した中でまだ飲んだことないものがございましたら、ぜひ一度試してみてほしいです。さて、それでは残り3本ぜひ飲み比べてみてほしいウイスキーということで、まず8本目こちらでございます。ブレンデッドジャパニーズウイスキーのトゴーチプレミアム、今話題となっている蒸留所でございます。近い価格で飲み比べていただくんでしたら、一つの指標として広島県の桜尾ブルワリー&ディステラリーのこちらのトゴーチプレミアムおすすめなんですよね。特にこれすごいのがブレンデッドジャパニーズウイスキーということで、海外の原酒は使用せずに自社のモルトグレーン原酒を使ってブレンドしているというタイプなんです。しかも価格もほぼ3000円クラスということで、これはねちょうど大手のメーカーと、そしてこういう新興クラフトメーカーの飲み比べという点でもおすすめですね。特にフロンティアの場合は大手がかなりお手頃な価格に抑えて本気で出したブレンデッドであるということと、ほとんどのクラフトウイスキーの蒸留所が海外グレーンに頼らざるを得ない状況の中、自社のモルトグレーンを使用してブレンドしたブレンデッドジャパニーズウイスキーなんですね。クオリティも素晴らしいです。まさに日本のウイスキーの歴史を支えてきた大手と、そしてこれからもさらに日本の未来を担っていく新興蒸留所のブレンデッドを飲み比べる、これもね味わい深いんじゃないかなと思います。ニッカフロンティアと味わいがすごい近いとかそういうタイプではなくて、スモーキーさがあるというよりかは全体的にね味わいが落ち着いてまとまりがいいタイプですね。特徴としては少しハーブを連想させるような清涼感のあるテイストと、ヨモギですとかハーブ、ナッツを思わせるようなビターさや香ばしさもじわっと広がってきまして、どこかね落ち着いたじわうまテイストがあるんですよね。独特なこう茶葉っぽさとか、なんかね緑茶とかを味わってるような、ああいうこうほっこりするような甘みとビターさが特徴的です。さて、お次9本目。これはやっぱり外せないな、でもちょっと高くなっちゃってるんだよねということで、こちらでございます。シングルモルトジャパニーズウイスキーの余市ですね。私ももう残りね、ほんとわずかで瀕死状態で大事に飲んでおります。余市はね、やっぱり日華ウイスキーの味を知っていただく上で、ぜひこのシングルモルト飲んでみてほしいです。1934年、日華ウイスキー創業の地が、この余市蒸留所のある余市の町なんですね。今もこの余市蒸留所を見下ろす小高い丘の上にお二人のお墓があることも有名なお話ですね。この余市はその蒸留所を代表する力強いピートのスモーキーフレーバーと、白煙とか塩気を含んだような、まさにアイラモルトとかスコッチの特徴的なピート感に通ずる骨太さみたいなところも楽しめますね。なんだか余市のシングルモルトってちょっと哀愁があっていいんです。明るい気分の時に飲むというよりかは、ほっと仕事の疲れを癒したい、ちょっと寒い夜とかにしっぽり飲みたくなるんです。特徴としては世界でも稀な石炭による直火蒸留で、非常に香ばしい香りとスモーキーさ、その力強さも生まれておりますし、さらに奥の方に青リンゴですとかナッツを連想させるような香りも広がって、その一口の中に様々な香りが豊かに広がっていきます。その力強いスモーキーさの中に見える甘みが、なんともね癒しの一杯でございます。今は価格改定の波の中でだいぶお値段上がっちゃいましたけれども、今回の日華フロンティアにおけるブレンドのキーが余市蒸留所のヘビーピートのスモーキータイプのウイスキーだからこそ、一度その神髄となる余市の原酒は飲んでみてほしいです。今年は日華ウイスキー創業90周年という、ね、節目の年でもございますので、表参道にオープンしているザ・日華ウイスキー東京であったりとか、余市宮城郷蒸留所なども足を運んでいただいて、余市フロンティア、さらに90周年の特別なナインディケーズも飲んでみてほしいです。やっぱりね余市は外せないですね。さて、それでは最後の10本目、これはもう絶対ね一番に外せないかなと思ったウイスキー、こちらでございます。ブレンデッドウイスキーのスーパーニッカですね。これは私も本当お気に入りのブランドでございまして、スペシャルと並んでよく飲んでますね。こちらは先日のショート動画でも取り上げていたスーパーニッカというウイスキーでございます。何よりフロンティアでおすすめの飲み方として紹介した加水だったり、この水を加えるスタイル、その水を加えるスタイルのお手本的な美味しさが楽しめると思いますので、フロンティアとの飲み比べをおすすめいたします。フロンティアを飲んだ時は割とピートの香りとかですね、スモーキーさっていうのがもっとはっきりと感じ取れる部分があるんですが、スーパーニッカに関してはよりエレガントで甘い香りの中に溶け込んだスモーキーさというのが絶妙です。スモーキーフレーバーってこの注いだ瞬間にパッと感じるようなね力強い香りのものもあったりしますけれども、スーパーニッカはこう甘みと丸み、華やかさがあるスモーキーなのがとてもいいんです。
上品なんですよね。非常にエレガントな香りがおすすめです。こちらに関しては1962年に登場いたしまして、受け継がれてきた歴史ある日華ウイスキーさんのブランドです。若くして竹鶴さんより先にこの世を旅立ってしまったその妻リタさんへの思いと愛の結晶としてリリースされた、まさに傑作といえるウイスキーです。特にこの3000円前後クラスの味わいとしては非常にバランスがよく、マイルドで程よいビターさと丸みのあるピート感というのが最高です。私はもう濃いめの水割りハイボールが大好きで、水割りだったらもうトップクラスに美味しいんじゃないかなと思ってます。中身に関しては重厚で力強い余市のモルト原酒ですとか、華やかさを持つ宮城郷のモルト原酒、そして下を支えているのが個性を引き立てる日華ウイスキー特有のカフェグレーン原酒、さらに海外原酒もブレンドされているタイプの傑作ブレンデッドウイスキーでございます。もうこちらに関してはその日華ウイスキーさんの持つちょっとビターで暗めなテイストだったり、水割りとの馴染みがいいような甘みだったりピート感、そういう要素が全てね凝縮されている、まさにお手本的な一本なんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ味わってみてはいかがでしょうか。さていかがでしたでしょうか。今回はこちらの10本フロンティアを飲んだ方に飲んでほしいウイスキーということで紹介してまいりました。共通点をね感じる部分というよりかは、こういうテイスト好きだったらこんな感じでもいいんじゃないかなというおすすめでございますので、気になったものございましたらぜひお気軽に試してみてください。ちょっとねお値段がしちゃう余市とかもあるんですけれども、これはねぜひこの日華さんの真髄をその中身のね部分を味わっていただく意味でもすごくいい飲み比べになるんじゃないかなと思っております。この動画参考になりましたら、ぜひともグッドボタン、それからチャンネル登録で応援どうぞよろしくお願いいたします。特に皆さんも、私フロンティア好きだったらこれもいいかなと思ったものありましたら書いてってくださいね。では最後に竹鶴さんが愛したちょっと水割りをやっていきましょうかね。せっかくですのでフロンティアのちょっと水割りをやっていきたいと思います。竹鶴さんはよく毎晩500の専用のね瓶にウイスキーと水を用意して、丸々 500ml1 本開けちゃうくらい飲んでたなんて言われてますからね。やっぱり日華さんといえば水割りが最高です。それではグラス準備いただいて乾杯していきましょう。さて準備完了しました。昔はよく竹鶴さんはウイスキーを1、水2の割合で、そんなにこう冷やしすぎない水割りがいいということでよく飲んでたと言われております。しかもね高級なウイスキーばっか飲まれてるみたいなイメージを持たれていたところだったんですが、ハイニッカの水割りをよく飲んでたということなんですね。今回は90年のねこの時を経てということで、この新作フロンティアの一体に水割り飲んでみたいと思います。それでは今日も一日お疲れ様です。乾杯。では香りから。うわこれはね、ハーフロックとちょい加水私好きだったんですけど、常温の1対2もかなりいいですね。うわーすごくエステリーでフルーティーな香りがどんどん出てきますね。スモーキーな香りはそんなに強くは感じないんですけども、洋梨であったりとかちょっとのバニラっぽさであったり、すごく明るいトーンの香り立ちになってきました。あ、でだんだんこう底の方からゆったり重たい少しビターチョコレートのような香りですとか、甘納豆みたいな香りとか、暗いテイストのスモーキー感もじわじわと現れてきますね。甘い香りが中心に感じられます。いただきます。あもうね一切引っかかりがなく本当に滑らかですね。ちょっと余韻に焦げ感というか、なんかスモーキーの最後の残りがみたいのがありつつ、非常に滑らかです。やっぱり日華フロンティアは私加水とかハーフロックとか水系でこう合わせていくのいいよってお勧めしたんですけど、この一体に水割りもかなりいいですね。皆さんもよかったらこの竹鶴さんスタイルで試してみてください。これにいつも竹鶴さんが食べたと言われているもう超薄めのね四角いおせんべいパリパリ合わせたくなりますね。美味しい。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はこの日華フロンティアの最終形の動画ですかね。この日華フロンティア飲んだら次はこれという動画で紹介してまいりました。やっぱりウイスキーというのは本当にこう正解不正解がなくて、嗜好品にはいろんなこう楽しみ方があるわけですけれども、一つのウイスキーが好みでこれいいなと思ったらそこからさらにこう派生して飲んでいくとですね、いろんなこの好みの共通点だったり世界が広がっていきますので、皆さんも自由に楽しくウイスキー味わってくださいね。このように私のチャンネルでは家飲みの楽しみ方、美味しいハイボールの作り方、テーマ予算別ウイスキーまとめ紹介など様々な動画を上げております。再生リストにそれぞれこの日華フロンティア関連の動画も上げてますんで見てみてください。いや今回はですねちょっとフロムザバレルも紹介したかったんですけど、やっぱり入手度を考えるとなかなか難しいなっていうところと、ちょっと一部番芸編的な感じでもう一本紹介しちゃうんですけれども、やっぱりこの樽出しに近い度数 51% 超えで、そしてこのパワフルで濃厚、しかもコクが深くてすごい甘いんですよね。フロムザバレルの甘みしっかり感じるし、でもピート感もちゃんと存在感があるし、日華ウイスキーさんの味が本当にギュギュギュッとね凝縮されたような一杯で大満足する美味しさがありますので、もしお見かけの際にはぜひこちらもフロンティアと飲み比べてみてほしいです。フロムザバレルね、みんな大好き FTB です。
そして最近ショート動画の方も一緒に合わせて上げておりますので、よろしければもうサクッと1分で見られる動画たくさん上げておりますので、チェックしてみてください。各地のイベントレポートなどもサクッと1分で紹介しております。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。今日も良い家の未来を。またね。